はい、はじめまして、飯之助と申します。今回ね、動画再開して9回目の動画となってます。で、今回、歌は、エイリアンエイリアンで、音源はラフンドルさんの、利用させていただいてます。で、トークは、地元、兵庫なんですけど、の、おすすめのカラオケ店2店舗をご紹介していきたいと思います。それでは歌から始めます。揺れるカート篠づく網触れるカート感覚のテーパスマートの二人をコンタクト心は恋を知りました。タタタタイトのジギハギの制服ずっとのディスコミュニケーション頑固を赤色にキラキラ何かが起こる胸騒ぎ。私エイリアン、あなたの心を惑わせる混ざり合う宇宙の引力で感じてる気持ちはときめき。エイリアン、あなたのエイリアン、引き合う心は逃れられない。あなたに見たい天白で異世界の果てまでときめき。と繰り返している傾向と頂上な混沌が静かにあなたを蝕んだ。抵抗の信号は得意点によりまで割った衝動原始の所想を感動した本能。シーンとドン一人きりよなよな空想かくまるで振り回さちが避ける空気まだあなたは全てを知りたい。エイリアン、私エイリアン、あなたの心がどうする瞳に映らない引力に気づいてよ私は。エイリアン、あなたのエイリアン、触れ合えば傷は二度と消えない降り注ぐ薄い隕石をときめく心には届かない。エイリアン、二人はエイリアン、高鳴る気持ちが抑えられない。あなたは痛くに攻めた異世界の果てまであなたが好き。はい、ありがとうございました。で、次ね、トークなんですけど、おすすめのカラオケ店2店舗ご紹介していきたいと思います。どちらも兵庫県にあるカラオケ店です。で、1店舗目が結構有名なとこなんですけど、兵庫県の三宮の生田堂々にあるジャンカラさんです。こちらの方がちょっとね、普通のジャンカラさんよりもちょっと少し料金は高いですけど、その分ね、ちょっと豪華です。で、ここね、コンセプトルームっていうのがあって、音に特化した部屋とか、あとね、なんか芸能人とコラボした部屋とかが あったりします。で、普通のね、何もないコンセプトもない部屋も結構ね、部屋綺麗です。で、ここね、いい点はトイレとかもね、すごいちょっと普通のよりも広くて、ちゃんと化粧するところもあって、綿棒とかちょっと置いてあるんで、旅行してちょっとね、化粧くるんだなあいう時にちょっとね、立ち寄るのにも便利かなと思います。で、ここってね、
もう一つね、普通のジャンガラと違って、普通のジャンガラってドリンクバーで自分で安いジュースでしたら、持っていくんですけど、ここでしたらね、ウーロン茶とかそういうのでも、部屋の中のリモコンで押したら店員さんが運んでくれます。だからね、旅行行って疲れたなとかいう時で、歩きたくないなっていう時とか結構便利なんで、もしご利用いただけたらなと思います。で、もう一つが賛否両方あると思うんですけど、ここね、普通のジャンカラさんとメニューがちょっと違ってて、豪華なんですけど少し値段が高めになってます。まあ高い言うても、まあそんなにもちゃもちゃ高いのはないんですけどね、ちょっとね、贅沢なカラオケしたいなとか、ちょっとゆったりしたいなっていう方には向いてるかもしれないです。で、ここね、最後に面白いサービスがあって、ここ会計済ましてお店出るときに店員さんがドア開けてくれて見送ってくれます。で、なんかね、ちょっとリッチな気分になりたいとかね、そういう時にここはいいかなと思うんで、もしよろしかったら近く行った時寄ってみてください。で、もう一軒の方がちょっとね、三宮に比べたら田舎にあるカラオケ店なんですけど、ここね、駅名とかちょっと言えないんですけど、カツメシとか靴下とかが有名なとこです。で、ここはお店の名前だけね、ちょっと言っときます。カラオケレンガ館っていうとこで、ここね、昔の製麺所の工場をレンガで作ってるんですけど、そのままカラオケに軽く改装したいう感じのカラオケ屋さんです。で、周りは普通の、ね、商業施設に囲まれてて、ね、一軒だけそういうカラオケ店があるところで、ちょっとね、場所は分かりにくいです。今でしたらね、ちょっとクリスマスであるんで、いつもよりはちょっと分かりやすくなってるんですけどね、そういうとこなんですけど、なんでおすすめか言ったら、見た目がね、本当に昔のレンガ作りの工場そのままで、中の方もね、昔の螺旋階段がそのまま残ってて、3階建てなんですけど、3階まで螺旋階段がそういうのを通ってます。で、部屋もね、改装してるんですけど、一部分がね、ちょっとレンガが残ってる部屋とかがあってね、昔の大階が残ってて、レトロな建物好きな人には向いてるかなと思います。で、ここね、あとおすすめの点があって、田舎なんで結構料理が安いです。で、どんなんかっていうと、主菜のメインの皿プラスご飯、お味噌汁、漬物ついて500円で、いろんなのとかあります。もちろん焼きそばとかの定食とかもあります。で、あとね、特におすすめなのが、時間帯だけちょっと割引で600円になるメニューなんですけど、日替わり定食っていうのがあって、これがこちらの方の名物料理になるんですけど、カツメシのエビフライ版が600円でなんと食べれます。で、あとね、他の料理でも、料理によったらジェラートが600円でついてきます。ちょっとちっちゃいけどね、わらい餅とか、運が良ければアイスクリームとかがついてきます。で、ここね、あともう一つね、おすすめな点があって、ぶっちゃけここあまり防音工事が、ね、昔の建物なんでやってないんで、部屋によったらね、音響がすごい、カラオケなくてもマイク使わなくても結構響いて、迫力のある地声でも出ます。地声でも歌えます。で、ここね、
あのそういうとこなんで、ちょっとね、あの隣の壁とかのあれやつがちょっとね薄くなってて、あのちょっと隣の部屋のがちょっとだらもれ時もあるけど、あの空いてる時間に行けば結構ね、あのなんかうまいこと動画撮るんでしたら、あのレンガのね効果で結構ね響いていい感じに、自分の本間の歌よりもあのいい感じに撮れるんで、もしね近くに行く人あったら、あの寄っていただけたらなと思います。でちなみにこちらの方の動画の再生数が1番いいのと2番目のとか、ちょっと10超えてるのってそこ の, あのお店で撮ってます。あのタッチオフとか花とかで、ね、あのここね、あとねここね、あのちょっとコラボしてて、あの近くに商業施設があって、あのシャトレーゼっていうケーキとか売ってるとこあるんですけど、そこの商品でしたら持ち込みできるんで、例えばあのここフリードリンクで普段やったら1000円で、あの何でもあったホットからアイスから飲み放題なんですけど、それプラスシャトレーゼでケーキ買ってて、そのケーキをあのそこのお店で食べるっていうのもできますので、もしよかったらあのご利用いただけたらなと思います。以上ね、あの2店舗今回はあのカラオケでご紹介しました。以上ゆうのすてでした。最後まで聞いてくださった方、ご視聴ありがとうございます。以上です。